校内での今後の生徒たちへの指導についてですが、一部生徒あのことが頭から離れない。よりによってあの二人があんな関係だったなんて。いや、それよりも神聖なる学びの場であのような行為、どちらにせよ風紀委員として見逃すわけには。あの、大丈夫ですか？話が問題ないわ。受けた。んだよ、排出率渋すぎんだろ、クソ運営が。あれ、なんだよユーマ、全然ログインしてねえじゃん。ああ、まあな。悪いな、俺はすでにお前らとは違うロードを歩んでいるのだ。催眠操作アプリヒプノス、アプリの催眠機能でどんな女でも意のままに操ることができる怪しすぎるアプリ、かっこ課金次第で。突如現れたこの自称インマに一方的に押し付けられた代物だが、間違いなく本物だ。いろいろ縛りはあるが、女子生徒は5万といる。全ては俺次第。にしても結構課金しちまったな。あれ、おかしいわね。あんたたちまだ生きてたの？いい加減しぶとすぎ。俺に散々もてあそばれたとも知らず、バカなクソギャル風情が。何キモ。さっさと一生童貞のままこの世に懺悔しながら醜く生きたえれば。後で絶対おかす。少しいいかしら、あなたたち。うん、また鬱陶しいのが来たわね。何よ。だから何よ。失礼すれば。大丈夫。何なんだ、さっきからマガマガしいまでのこの気配、余計気が散る。アプリの使用には気をつけてください。アプリの使用を第三者に見られるのはまずいですから。わかってるって。ともかくこの状況ではアプリはお預けか。いい加減にしろ。一日中何なんだお前は。な、バレてたの？ポンコツ。私、見ていたのよ。え？屋上であの藤宮さんと、学生の身でありながら不純な行為を行っているところを。どうなの？白状したら？おい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 、いきなりバレてんかいかよ。そもそもあの時、屋上への階段はこいつが見張ってたはず。やば、居眠りしてた時。こいつ本当に見られていたとしたら、まずい。どうする？わかった、白状するよ。さあ、いいわよ。安心しなさい。ここなら私とあなた以外いないし、誰も来ることはないわ。そいつは好都合。考えてみれば、このアプリがあれば誰でも催眠にかかる。何もためらうことはない。全ては俺の意のまま。そうよ、小田君、藤宮さんなんかじゃなく。